どうも、スマートブライダー代表、MBA 婚活心理カウンセラー、モデルの吉野麻也子ですえ。今回はカップルが長続きする秘訣10についてシリーズでお伝えしています。交際が始まった方、婚約した人、それとも結婚した人ね、すべてのステージの方に対して通用するお話になっています。どうしたら仲良く幸せに長続きするのか、これを知りたい方はぜ、ね、ひ最後までご覧ください。内容としては心理学、MBA、脳科学、経学、多くの、ね、科学的根拠をもとに、さらに実行できるレベルに落とし、そして私が実際に実践している内容についてお話をしています。 してます。で、前回までの3つの動画では全部で、ね、7つのお話をしています。なので、もしまだね。ご覧になってない方はぜひね。そちらもご覧ください。またチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、えー、次はですね。8つ目8つ目に入ります。で、これもねすごくね。えっ、ー、と大事なことです。次はね、何かにぶつかってもできない理由ではなく、どうしたらできるかを考えるってことです。 ね、できない理由じゃなくて、できない理由はいくらでも並べることができます。ね、だから、いろんなことありますよね、例えば今回、コロナっていうことがあって、外出の自粛要請があったりとか、緊急事態宣言が出たりとかっていうことで、なかなかちょっとデートができないんだよねなんてなったとしますよね。そしたらさ じゃあ、デートができないじゃなくて、どんなデートができるかとか、あとは、2人の関係性をどうやっら深めることができるか、そのことを考えましょうということなんですよ。まあ、ちょっと、あの、オンラインデートについては、この絵の、あの、前の前の動画かなで話しているので、ぜひね、あの、いろいろ見ていただきたいと思うんですけれども、どういうふうなオンラインデートがあるかってこととかね。なので、とにかくね、あの、いろんなことが起きます。ね。いろんなことがあるんだけれども、しかも、オンラインデートなんてね、1年前とかだったあんまり皆さん、 想像しなかったと思うんですね劇や恋愛をしている人以外はでも実はすごくいっぱいいろんな方法がありますとかあとそのデートの目的っていうのは2人の仲を深めることとか、ね、あとは2人のことをいろいろ関係性を知ることとかっていろんな目的があると思うんですよ、ね、だからこれができないじゃなくてじゃあこれをする果たす目的は何だろうじゃあそれをするためにはどういうことができるんだろうねとかじゃあ他のことで何か、ね、代わりの手段はないのかなとかいろいろあると思うんですよ ね、私ももともとお金がなくて、大学が、大学に行けないというような過程だったんですね。じゃあ、それではどうしたらいいかってなったら、じゃあもうたくさん資格を取って、え自分に身をつけようということで、え高校はもう親の反対も押し切って商業高校に行って、そこで簿記の一級まで取って、たくさん何十種類の資格を取りました。それで、え自分で、もともと弁護士になりたいという夢があったんですけれども、それ人を助けたい、自殺を減らしたいとてところだったんですね。なので、えじゃあその弁護士ができないとどうしようかなってこと、法律の知識を身につけようということで、司法書士の資格を取りました。そこで法律の知識身につけました。 でも、やはりそれだけでも全然足りないなとでやっぱり人の心を分からないとダメだしということで心理カウンセラーの資格を取りましたそして臨床心理療法士の資格も取りましたでそういうふうなことをいろんなことを包括してやっていく中でやっぱりそのそ やっぱ人間の気持ちとかっていうところですごくね、あの自殺率とか、やっぱりそういう辛い思いをする人っていうのは、なんか不幸な結婚をしてる人だったりとか、結婚したくてもできないみたいなことをすごい悩んじゃって、うつ病になっちゃう人もいるってことが分かったので、それであれば、じゃ自分にもっと知識をつけて結婚相談所ということをこう、こういったね、婚活エージェントを作ってえ、そこで不幸な人を減らそう、幸せな人を増やそうというふうな目的をやりましたってことなんです。要は私も、で、そのためにはじゃあどうしたらいいかってことで、大学院に行って、MBA を取ったりとかっていうことで、え普通にこう、 進学して大学に行けなかった分回り道だったら違う道だったけれどもその分弁護士じゃないけれどもでも人を助けたい人を幸せにしたいっていう目的はちゃんと達成することができてますっていうことなんですよね、だからその大学行けないからどうのこうのって折れるんじゃなくて私みたいにじゃあその分ね資格を取って自分でキャリアを積もうとかっていうことで私なんかもそれでその後ね c f をやったりとか管理本部長をやったりとか経営企画の室長をやったりとかってそういうキャリアの経験を積んだりとかって、そういうあの努力もやっぱり4倍5倍 すごいしてきました。ね。だからそういうふうなことで、えー、努力で私はカバーしてきたって感じなんですね。うちがお金がない分、じゃあどうしようかな。できることを探そう。そして努力でカバーしようって。で、もともと私もすごく優秀な人間ではなくて、本当普通の普通の普通の,普通の人だったんですよ。だからもう努力で努力で磨いてってとかいう感じだった。 だから、本当全部努力できましただから、できないことってすごく世の中いっぱいあるんですよ理不尽なこともすごくあるし許せないこともいっぱいありますでもね、でもそれを諦めるんじゃないしだからできないっていうんじゃなくてじゃあどうやったらできるんだろうっていうことを時間かけてでもいいから考えるんですよで、そういうふうにやってどうやったらできるんだろうっていうことで、そうやってできることを考える、それは生き抜く力になりますで、それっていうのはすごくね、進化心理学的にも異性から見て非常に、えっと、本能的に魅力に感じる秘訣の1つなんですね。 で何があってもこの人は大丈夫この人と一緒にいればどんなことがあっても乗り越えていけるって思わせることができるんですこれはね男性もそうですし女性もそうですし非常に必要なスキルになってます。 ね、すごいスキル一つですねだからこのスキルを、ね、皆さんに、ね、身につけてもらいたいと思うんですけれどもこれはね本当にささいなことで大丈夫なんですよ。これができないな難しいなってなったらえじゃあどうやったらできるかなそれともあの相手の異性はこれをやりたいなって言ってるけどそのシーンは何だろうな今この物的にこれができなかったとしても違うアプローチで相手の気持ちが満足できるようなこれをやりたいっていうその気持ちが解決できるようなことは何だろうなっていうふうに考えることができるんですね。 やっぱりねできない理由はいくらでも出てくるんですよ、あれできない、これできない、これ難しいなとか、で特に今なんかねコロナですよね、だからコロナだからデートはなかなかできませんっていうのもそのオンラインやるし、えー、ちょっと今コロナだから婚活はとか言うんですけど、でもオンラインやるからっていうことなんですよ、だから本当にできない理由、なんかいくらでもできるし、ね、並べることもできるし、ネガティブなことて並べられるし、やめようともやめられるんですよ、でもこういう時だからこそ、じゃあどうやったらできるんだろう、どうやったらいけるんだろうなっていう風なことで、婚活始めた人っていうのは、すごくね、一気に皆さん、バンバン成功してるんですよ。だから もう正直ね、コロナが始まる前、コロナになっちゃう前よりか、今の方が皆さんね、短期でどんどん結婚できてるっていう感じなんですね。これすごいですよね。だから本当にね、できない理由を並べるんじゃなくて、できる方法を考えて動くってことなんです。これができる人ってのすごく素敵ですね。これね、実際にあの、 全てに対して通ずるっていうことですね。仕事でもプライベートでも行きますので、絶対ここ大事にしましょうってことですね。なので、できない理由は並べずにできる方法を考えましょうってところですえ。以上、今日はね、8つ目、何かにぶつかってもできない理由でなく、どうしたらできるかを考えましょうってことについてお話をさせていただきましたえ。次回は9つ目以降のお話をさせていただきますので、ぜひね、次回もご覧ください。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またね、質問とか相談とかあれば、ぜひ下のコメント欄の方にください。YouTube で解説したいなというふうに思っております。とということでまた次回の動画 動画でお会いしましょうまたさよならお会いしましょう